オトヤンの希望を全部叶えるとなると、途中で準備のためにちょっと時間を稼ぎたいよね。何かいいアイデアを考えておかないと。トロッコに乗って移動して、ファンのみんなと触れ合って、ギターを演奏しながら歌って、やっぱりこのパート、やることすっごく多い。でもオトヤンがやりたいことがここに詰まってるんだもん。絶対楽しいよね。僕にできるのは、なんとかこれを実現にこぎつけることだけ。各所根回しはしといたから、あとはレッスンのスケジュール次第か。ちょっち厳しいかもだけど、オトヤンならできる。 100% 以上の力を発揮できるように僕も全力フルパワーでサポートしなくちゃね。やる気がメラメラ燃えてきた。長い間みんなでバトンをつないできた企画、今回のオトヤンでラストなんだって思うと、なんだかしみじみしちゃうね。オトヤンとはマスターコースでも一緒だったけど、今回の企画の準備期間中、改めてハッとさせられることも多かったな。アイドルとして大きく成長したオトヤンをディレクターっていう新たなポジションで支えられるのは僕にとっても幸せな日々だった。って、締めっぽくなるのはまだ早い。今のオトヤンがみんなに届けたい姿を見せつけるライブがこれから始まるんだからね。このひまわりみたいに明るく、そしてあの太陽みたいに元気いっぱいにステージを照らしてくれるはず。みんなでたくさんエールを送ろう。